でございます。もう慶応の小学部の結果でございます、はい、体調最悪な状況で行って、もうやった感じとしては論文テストがまあ過去一でしたか、過去問で。そうですね、日本史8割いかないで、日本史8割これ、何それ、放題始まりました、もう鉄チャンネルです。さあ、でございます。もう慶応の小学部の結果でございます、はい、はい、スキーは行ってきましたか、昨日。昨日行ってこなかったスキー。行かなかったんかよ。ちょっと昨日撮影できたじゃん。いや、そうなんですよ。そうなんか言えや。はい、もう昨日の方が全然よ。今だってトイック終わって、トイックの生配信の前で今もう動画何本も今出して大変なとこなんですから。さあ、まあ実際ね、やったわけですが、まああんま大きく上げてないか、サブチャンではね上げましたけど、まあどうだったのかっていうのね、そのミンチャンネル初めて喋りますけど、はい、まあしんどかったんですよね。おい、ユーロ来たよ。いやいや、ユーロは大丈夫だよ。ユーロは遅れてないよ、4時半だから。そう、横山さんが今来てます、はい、さあ、この後はねユーロの合格発表もあるんで、別にもう普通に後ろにいてもいいし、はい、そういう感じなんですが、さあ、でね、調子がめちゃくちゃ悪かったと、はいはい、体調最悪な状況で行って、まあ、だからメインチャンネルはね結構優しいコメントも多かったんですけどね、サブチャンネルはボロカスに叩いてくるっていう、もうわけわかんないわけわかんないやつなんだけど、はい、そんな体調悪いのに行くんじゃねえみたいな、うん、行くでしょ、うん、行くでしょ行くでしょ。いやだ、まあ、その先生としてはもちろんね、ダメだよとかって言うと思うんですよ、うん、でも自分がもし横浜の立場だったら行くなって思う、うん、体調悪くても、だってその人生かかった一発勝負ですから。だから英検とかね、トイックとかだったら分かるわけですよ、何回もあるし、うん、でも受験ってその年に1回しかないから、一発勝負だから、だからまあまあまあね、だからこそこれは良くないんじゃないかって言われてて、だから英検利用とかそういう風にした方がいいって言われてはいるんですけど、うん、そうですよね、もうやっぱ体調最悪でも行くし、で実際皆さんもその入試の時そういう人がいっぱいいたんだっていうことですね。実際はそういう状況で受けてるんですよ。あの綺麗事は言ってらんないです、あのコロナだインフルだ危険だとかって。コロナではなかったです。その言い方さ、まるでインフルかのように言わないで。いや、インフルかは分かんないですけど、うん、検査した時はコロナではなかった。あ、よかったっていうのは分かんないけど、まあそうだから、そういう風になるっていうのは知っといてください、まあ、この一発勝負である限りはそういう人たちも全然受けに行きますと、うん、はい、だからいわゆる心の弱い人でもう行きたくないよって人は休むと思います。やった、理由ができたって、うん、あとそういうタイプじゃないから、そうでしょ、行きたくねえってなっても行くっしょ、入試、まあ、まあまあまあ、そういうタイプなんで、さあ行きましょう。ですからさあ、こういう画面なんですね、合否発表。やだね、合否結果、これは慶応のページだもんね。そうっす、なんかやだよね、もう桜ついてるってさ、なんか結果のところに怖っ。さあ行きましょうか。あ、ちょっと待って、じゃあどうね、これ引っ張ると怒られそうだけど、もうやった感じとしては、あれができたもんね、論文テストができたと、とにかく。あ、そうですね、論文テストが、まあ、ユーロが動いて面白い、はい、そう、論文テストが、まあ、過去一できたと、過去問よりも。そうですね、一番できたと思います。でそれに対して、英語、日本史は、日本史8割いかないぐらいですかね。日本史8割、これかなり高いですよ、この2つだから、論文と日本史で、英語がそうなんですね。なのでまあ全勝ちしないと難しいんでね、でも2勝ちはしてるんで、その日本史と論文で、英語でどうなのかです。さあ見ますかはい、じゃあ行きましょう。怖えー、ここはい、え、何それ、え、どこ、あ、危ない、まだもう一個、ま、もう一個ので、え、何にも、え、何、何も書いてないじゃんと思ったら、確認をしたら、あ、確認ボタンです。うわ、やだ、こんな風に1個挟むんだ、怖っ。さあ、はい、わあ、 B 方式不合格でございました。やばい、英語が、あー、やっぱ英語だった。まあまあ枠自体がそもそも少ないんでね、決勝 P 方式のやつで、まあ英語はきつかったね、うん、あれだと、まあ高得点取れちゃうから、やっぱり
どうしても、うん、まあ、一番優しいんで文系学部で総計の中で、うん、なの でやっぱあれでは僕はもらってたんで人からもらってないからどうなのかちょっと分かんないんだけど、そう見てた時にやばいぞって思った、うん、これで俺も解くわけだからそのヨゼミとかが出す前にもう横山の問題を使いながら俺解いたんで、うん、あこれきついなっていうのは分かってたんで、うん、英語に関してはやっぱまあスペルもかなり間違ったしあれねだあってはいたじゃないですか、空欄は全部合ってた、入れるやつは全部合ってた、全部合ってたけどスペルが間違ってるっていう風になってたんで、だからうわこれはきついなと思って、で問題解きながらあだいぶ優しいな、やっぱり総研の中でこれが一番優しいなと思ってたんできついかなと思った、うん、だからコメントとかでね人科より教育よりはさすがにむずいだろうって来てたけど、そうでもなかった、やっぱまあまだね、え人科より簡単、人科より簡単なことも多いよ、なんてもちろん人科が優しい、人科の方が優しいこともあります、はい、昔の人科はもうはるかに難しかった継承より、でもだん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 優しくなったんですけど、だから教育なんかもバーンと難しくなっちゃったから、うん、うん、教育より継承の方が簡単です今はね、なんでいや今年は経験も選択肢がだいぶ難くなってたんで、なんでね、なるほどという感じでございました。ところであと4つっす、いやーどうよあと4つって、厳しいでも一番可能性としては人か、うん、そうじゃないですか、出来が良かったものとしては人か、いやなかなかドキドキもんですよユーロさん、もうあなたの番が近づいておりますけど、怖い怖いってはい、ということでございまして、小野さんがスキーなんでスキー行かなかったっす、いや熱出て、熱出てたんかい、運転手があ運転手がねはいはい、はい、なるほど、横山じゃなかったわけですね、うん、なるほど、はい、という感じでございました、はい、今後もね、また応援していただけて、いやすごい、やっぱ2つそんだけ取れてもってことだもんね、なんて日本史ちょっとミス多かったかなって、ああなるほどね、高いと思って取れる、ああなるほど、取れちゃうとやっぱできる人たちは取れてしまう、継承はやっぱ高得点勝負、うん、しかも B はね B 方式が枠がすごく少ないんでね、 A の数学の方がかなり多いからね、うん、コメントも来てたもんね、そのクラス分けとかした時にほんのちょっとしかいない B 方式はって言って、うん、クラスにって言ってたからね、はい、ということでございました、じゃあ次回はどこだ次は人科ですか、27人科、はい、人科ともしかしたら22にするかもしれないし、動画あ、OK、どうするかまだ分かりませんが、はい、ということでございました、じゃあ皆さんもね、はい、いろいろ多分コメント書かれるんだろうけどね、このどこどこ受かったどこどこ受かったってコメントがなぜか皆さん書いて、あ別にそれは構いませんので、はい、じゃあ応援してあげてください、はい、ありがとうございました、Thank you for watching、 さあゆるさんあなたの番ですよ、いやですあなたの番です、あーショーのね英語がな、もし体調良かったらいけてたかもしれないよな、ちょっとねあのいやまあまあまあ、あ本番こうかって感じだった、見た時に思ったのは、うん、あそうで取れなきゃいけない問題を落としちゃってたね、うん、それが残念でしたね、やっぱどっちですか、もう1からいくでしょ、タイプ1